ファンネルがお送りするゼルダ無双厄災の目視録続きからやっていきたいと思います。前回は、ハイラル城がガノンに厄災ガノンに乗っ取られたところで、終わりました。で今回はね、四英傑がどうやらね、神獣に捕らえられているので、まあ、神獣にというか神獣の中に捕らわれているので助けていこうというところです。じゃあまずミファーからやっていきたいと思います。とりあえず一郎が多分一つずつになるかな。でいきましょう。どうすかな、パーティーメンバーは、まあ、リンクはもちろんのこと、これまだ使ってないんで水キョシュアに今回しますか。声怖えんだけど。よし、じゃあ一応経験値アップにしとくか。これとあとスピードアップ、あれ速度アップ、これね。 OK、 美味しいでしょ。じゃあ出撃しますよ、ミファを助けに。お、なんだ、なんか今2つ自動で出たね。あれランダムでもしかして参戦するとかなのかな、それともミファが復活したら戦力になるみたいな。神獣が厄災ガノンの支柱に落ちる写し絵を見た一行は、救援がまだ間に合うと信じ英傑たちの元へと急ぐ。ハイラル東部で厄災ガノンの復活に備えていた神獣バー・ルッタと神獣バー・ルーダニア、その周囲にはすでに魔物が押し寄せていた。神獣の中で待つミファーとダルケルを救うため、リンクたちは敵の中へと切り込んでいくのであった。これあれだったんだ、バルッタだけじゃなかったね、ダルケルの方もまとめて助けるのかな。とりあえず行ってみましょう。あ、まだ無事だね。いや、こいつら弓やねえと倒しにくいんだよね、ブレワイの時はね。大丈夫かな。お、これは寸前のとこで、何の槍。あ、指導。二度も奪わせはしないぞ。未来から？シード？嘘、こんな登場の仕方ある？こっちはユンボーだ多分。俺と同じ力、おめえ一体。すげえ、こんなことが。あれ、ユンボー声優さん変わってませんか。まあいいでしょう、とりあえず。じゃあ未来から、あれはだからチビガーディアンが呼び寄せたんだ。二度も奪わせるかってことは事情は説明したのかな。ミファを先に救援しましょうって書いてある。了解だぜ、元からそのつもり。よっよっよっ、ミファーはだから右側にいますね。お前らに手間取ってる時間はないのよ。待ってね、マグネキャッチ、はい、バチン、スマッシュで、まあさっさと行きますか。あ、そうだった、ちょっとね動画外でいろいろやらかしててリンゴを今足りなくなってんだよね。アイスウィズローブ倒しちゃいましょう。待って、これ爆弾だよね。爆弾、まずはルッタまで近づきましょうと言っております。ちょっと下のログ見てる、ログっていうか会話見てる余裕私ないので多分見逃すとは思いますけど、よいしょ、避けてウィズローブを倒しちゃおう。
オッケー、倒しました。じゃあこのまままっすぐ行っていいんだよね。水巨手は来てますかね、こっちに。まああっという間にここは片付けてよっ。お前なんか余裕なんだぜ。もうハイラル城でね、もっと強いのと戦ったんだから。回避、待ってね、どうすかな。もうめんどくさい。必殺技ゲージは敵の数が多ければ多いほどすぐ溜まるんで、まあ倒せればだけどね。でここは取りました。上に参りましょう。リザルフォスジャーマーで、ここ右側に行けるのか。お、なんだ。あー、この沼、薬剤の影響か。ルッタに近づけないと。取り除く方法があるかもしれません。周りを調べてみましょう。ルッタの鼻から登るんだな、これ。周りを調べる。怨念の沼を消す方法を探れ。まあどうせこっちの方行かないとダメだろう。ヒース邪魔。よし、行きます。まずはここを占領させてもらう。これ爆弾壊れんじゃねえの。待ってね。あ、壊れねえよ。よいしょ。殲滅殲滅。よいしょ。強いの出たかな。出た。爆弾、あ、しまった、遅すぎた。なんか微妙に食らってるっぽいけど、来いや、パリしちゃうぞ。来ねえな。爆弾間に合った。よいしょ、OK、スマッシュ。さあでは進んでいきましょう。そろそろちょっと水巨手に変えるか。せっかくだから使っていかないとね。何言ってるか分かんないんだよこいつ。あー、そっか、ミファー早く助けないといけないのか。でこっち側じゃなくて一回上行くか、水巨手は。あ、でもこっちも沼だな。これが出てくんだよ。すごいよね。ちょっと水巨手は待機させときます、ここに。あ、でもまだいけんな、奥まで。よいしょ、燃えた、大丈夫。結構ね、使い勝手はあんまり良くないので、これ攻撃当たんないのよ。これは爆弾。よいしょ、OK、くらえ、ドン、くらえ、ドン。強めの攻撃やってきて、避ける。まだかな。よいしょ、そのまま倒しちゃう。このままだと OK で、ファイヤーロッドはいっぱいか。上に参ります。ここはちょっと待ってね。リンクの方は、じゃあ今どこいる。ここいるでしょ。ここがいけねえから。あ、これ悩ましい。どうしよう、どこに配置しておいた方がいいかな。多分遠回りしないといけないから、同じとこ来させっか。よし、黒森ブリン。待って、氷遅い。よっ、ドン、いけ、連打、ドン。さあやってこい。しまった、必殺技使っちゃった。ビーム、まあ、こいつぐらいになるともうビームも放てますんで。叩き潰す。ジャスト回避してあれなんだけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、できない。OK、 スマッシュ、ドーン。一応巨大化とかもあるんで、ここはだから奪ったのか。あ、そっか、ギョロメちゃんがいるんだ。ギョロメちゃん壊すとあれだもんね、晴れるもんね。くらえ、ギョロメちゃん倒した。
一部分が消えるのか。怨念の目撃破により怨念の沼が一部消滅。そういうことか、わかりました。ギョロメちゃんをじゃ探さないといけないわ。こっから飛び降りて、でも怨念の目そんなにあるかな。とりあえず奥進んでみて、くれー、ギョロメちゃんこっちいないかな。いねえな。いないからここ通れないでしょまだ。ちょっと待ってね、宝箱がある。ゾーロの剣、水挙手は遅いんだよねこれ。でここいそうなもんだけどな。こっちに動いて、これ行ったとこだもんね。でやっぱ下行きますか。こっちから飛んで下に降りて、いいのかこの方向で。この方向で、ちょっと待ってね。いたいた、ギョロメ、ギョロメちゃん、やべ、いっぱい来た。これはリンクにこっち来てもらいたいとこだけど、ちょっと待ってね。水挙手はだけではちょっときついんだよね。ドカーンで、リンクにここに来てもらって、避ける。いやー、ロット使った方がいいんだろうけど、待ってね。アイスロットでちょっと凍らして、片方凍らなかった。ドカン、よし、もう一匹もいけるか。食らえ、これ食らわない。 OK、 スマッシュ。なんとかリンクが来る前にこいつらは片付けました。でリンゴもゲット。じゃあギョロメちゃん破壊します。ギョロメちゃんは HP の概念がないのかな。倒しました。沼があと一つか。どこだろう。上の方に出てんな。じゃあここらでリンクに切り替えて、実際ここが正規ルートなんだろうけど、じゃあ水キョシュアにはここで待機しててもらうか、それとも水キョシュアに行かせるか。悩ましいね。ここどうせ開くからここにいさせっか。よし、じゃあリンクで進みます。上に行くにはどっかルート開けてませんか。宝箱、コログとかは別に入ってねえな。でここ結構マップが複雑で分かりにくいな。上行かねえといけねえんだよね。ここでちげえな、やべえな、やべえけど、これ来たとこ待ってね。上行って行けるようになってると思いたいのだが、ここをちょっと左行ってみましょう。で上に行ってこっから降りてこっち行って、で通れるね。待って、こっち通ればいいのか。そうだ、よし、 OK。 えい、必殺技で貴様らにかけてる時間はない。ミファが大変なんだ今。避ける。ビータロック、よし、てい、よっ。さすがにでも強いねこいつ。またか、まだ溜まってないんだ。止まれ、よし、 OK。 倒すぞ、
よいしょ、オッケー、スマッシュ。よし、で先にちょっと待ってね、宝箱だけ取ってからギョロメちゃんのとこ行きますか。ギョロメちゃんはこっちだな。でギョロメ倒して、氷のライネル、氷のライネル、氷のライネル無視していいのでは。ギョロメ、あ、ギョロメ閉じちゃうのか、倒さないと。おお、びっくりした。氷ってことはあれだよね多分。うわー、なんか強そう。うっ、炎に弱そうだけど、よいしょ。まあ時間ねえなら燃やしちまっていいんだろうな。よし、スマッシュ。いやでも強いよこれ。バークダウン。いやー攻めえなここ、嫌だな。そして見えない、ちょっと待って、吹っ飛んだ私。さあ来い、フッフッフッ、ちょっと避けて、よし、ラッシュ、スマッシュ。うん、あと1回のスマッシュじゃ終わんねえなこれ。避ける、あら、避ける、よし、オッケー。いや強い敵出てくるようになったな。これ危ない、ちょっと待って、距離取りたいけど、よし、オッケー。ブレワイにはね、あの氷のライネルとか確かいなかったと思うんで危ない。いや範囲攻撃だな。爆弾、これはこのままいけるな。これで崩してとどめ、突き刺す、オッケー。でギョロメちゃんを倒せばオッケー。これで道は開かれる。反対側から降りれるようになってんのかなあれ。ちょっと待ってね、ここでこれ壊れてんのかな。よいしょ、関係はない。で倒しました。ルート多分ここから降りれるのでは。降りて行くぞ、よいしょ。ここの陣地を奪う。ちょっと広すぎんなここ。よいしょ、行くぞ、まとめて叩く。早く強いの出てこい。ていうかもうミファの HP やばい、あんま時間かけれねえんだな。氷を出して、あら届かなかったこいつ。必殺技で、よし、だいぶ減ったなかわいそうだが、よし制圧したよ。じゃあミファ助けに行きましょう。ルートはこっち、箱を壊す。バルッタの鼻に乗るのか。この子の力でクリティ以外の人でもルッタに入れるようになったようです。ああ、チビガーディアンのおかげでね。入る？突入。そっか、ギミックとかはないな。一気にボス戦だね。水のカースガノン。突撃。姉さん、無茶は。おお、待っていたぞ。これでもう負けはしないぞ。うん、これリンクじゃなかったらあれなのか。リンクじゃなくてもいけるのかもしれないね、この感じだと。で、いや。一応だいぶ HP は減ってるが、よいしょ。氷のカースガノンの、あ違う、水のカースガノンか。スマッシュ、落ちてきた。ミファーがやらせない。このガンダムハンマー怖えな。あ、これ危ない。
よし、ブレワニの時こんなガンダムハンマー持ってたっけ。あ、なんかやってくる。消えた。なんだよ今のまあそれなりに威力高いんだろうけど、いけるぞ。まあ攻撃パターン変わるかもしれないけど、よいしょ、ラッシュ。いや雷のカースガノンが怖いんだよね確か。避けて避けて避けて、よし OK。来るよ、ドーン、んドーン。いやー、オッケー、やりました、ミファーを助け出しましたよ。ゾッゾッゾゾッゾッゾこれは抜け出していいのかな。ダルケルさんたちを早く助けに行かないと。う、あ、ミファはダメか。休んでなさい。姉さん。お、シドが一緒に来てくれるのか。じゃあこれでまた外に出て、よし。あ、シドだ。こう強攻撃中にタイミングよく ZR で攻撃が強化される。タイミングよく？これか。待ってね、じゃあとりあえずは水巨手話の方も行かせますか。こっちに行かせよう。で行くべきはゴロン隊長のとこか。でリンクを隊長の方に行かして、じゃあシドはここを殲滅しようよっ。おすげえ、これが強化された攻撃か。ちょっとむずいこれタイミング。タイミングが早すぎんだ。タイミングが早いというか私が遅い。お、マグロック、マグロック倒さないといけないか。ルッタも本来の調子ではないから雨降らせられないって、長時間先にマグロックを倒すぞ。ではマグロック側に行くにはどうすればいいんだ。出てきたな。ちょっと待って、リザルフォース、危ない、力が満ちてるぞ、怒ってるリザルフォース。ふん、テア、すげえ強い指導。タイミングさえこうちゃんと掴むことができれば指導かなり強キャラかもしれませんね。ではマーグロックの方に行きます。じゃあシドを誘導して、あ、こっち側行けんのか。じゃあシドはファイアウィズローブ、リンクに、マグロックのとこ行けないからここ行ってもらって、私は水強手話にしてここを奪っちゃいましょう。よいしょ、なんかめっちゃ回復しなかったいちいち謎解き音になんなくていいんだけど。あ、しまった、ロット使っちゃった。よいしょ、くらえ。まだ敵は出てないか。出てませんね。なんかもう数が少なくなってるんだよ敵の。出た出た、ちょっと待って、氷遅いんだよね。よいしょ、避けて必殺技を押しちゃったビーム、いいよ、くらえ。よし、ちょうど当たった。んドカーン、よし制圧したよ。じゃあどうしよう、水巨手はもうとりあえず上行かせますか。でリンクに変えてマグロック倒しちゃおう。いますねこれ、やめろマグロック。もう倒し方は熟知してんだけど、氷やっちゃおうか、めんどくさいから。
よいしょ、スマッシュ。一応ねこれ4段階目の攻撃だっけかなと5段階目の攻撃であのゲージ削れるんで、ちょっと見えない、ミスってるミスってる。必殺技ゴリゴリって削っちゃうよ。よいしょ、くらえ。あ、乗れる、乗っちゃおうか。よいしょ、でスマッシュ。ちょっと何が起きたか分かんないでしょうけども、ゴリ押してるだけですね。でマグロク倒したから、多分道がルッタの雨で、そっか、マグマが足場になるんだね。いいよ、ナイスルッタ。10、これで通れます。じゃあ行きましょう。うわ、なんかすごい敵の数。やめろやめろお前らこれ嫌い。先に進んでバルダニアに突入するんだけどね、めっちゃ邪魔だ後ろのリザルフォス。避けるよ。よいしょ、これ温泉じゃないの、奥にあるの。くらえ、よし、避ける、避ける避ける避ける、スマッシュ、ドーン。で水巨匠は来てくれてる。これ回復するかな、ここにいると。あっちゃ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 。ガーディアン動き出しそう。雑魚に構ってる暇はない。うわ、キースやべえ、なんだ今なんかやったぞ。よいしょ、上に拠点があるから、ここ拠点かい、もう違うよね、この上だと思うんだけど、ここ。あ、でも違うな、ここの拠点を奪っちゃうか、ね、じゃあ。よっちょ、出たかな、出た出た、避ける、ガードしてくれるな。よいしょ、 OK。 さあ早いとこルーダニア行っちゃいましょう。ここまっすぐ行けばいいんだけど、すんなり通してくれっかが分かんない。いや、敵の婦人が勝て、敵の婦人が勝て。ちょっと倒しとこう。炎のライネル、あー、そっか、ここに来るんだ。氷、よいしょ、くらえ。まあキースが邪魔だから、あー、これ待って、ライネルの体験だ、これやばいわ、多分めっちゃ攻撃力高い。回避回避、うん、ラッシュ、よし、ほいや、回避回避回避で、スマッシュ。いや強いな。これはビタロック、いや本当でもビタロックだけ万能感すごいよね。よし、くらえ、オッケー、スマッシュ、ドーン。炎のライネルだから、これ凍らしちゃえば楽勝なのかもしれない。あ、ちょ、危ない、あー、食らっちゃった。いやー、あれ食らうの痛かったな。ビタロックが間に合わない。いやー、もらったもらった氷。これで切り刻めんじゃないかな。よし、オッケー、これで、あ、リンゴもちょっと出た。オッケーオッケー、行きます、乗り込みましょう。これもリンゴかな、あ、そうだね、リンゴゲットして突入。
が火のカースガノンだよね。炎だった。ユンボウが守られてる。吹っ飛ばした。うろたえるんじゃねえ。そうだったゴロ。助けに来たのに助けられてちゃ意味がないゴロ。よし、その戦だ。それじゃ仕切り直しといこうぜ。行こうぜ。リンクマイル、よいしょ。キーなんかやってくかな。おう、早い。こいつは基本なんか爆弾で倒してた記憶なんだけど、まあ地味に削るか。危ない危ない。くれ、よし。必殺技ちょっと最後にやるように残しとくかな。回避、燃えた燃えた。よいしょよいしょ。あ、やっぱり矢に弱い。顔やるといいんだ。でい、ブレワインの時はもうあの普通になんだっけ、上空に飛んでスローモーション中にガンガンあの目玉にね矢を当ててましたけど。よいしょ。しかしゴリ押し戦法になってますね、がっつりと。よいしょ。回避の隙とかわかんねえよ。まあうまいことできたけど。よし、じゃあここで吹っ飛ばしますか。で吹っ飛ばしてここでゲージを削ってスマッシュドーン。あと1回スマッシュ入れば終わるね、これは。で避けて、お、なんだ、燃え上がった剣が。必殺技、これでは決まらないと。あ、これでも普通に叩いてて終わっちゃうかもしんねえな。まあそれはそれだな。ピータロック、とどめだ。よし、オッケー。いや、なんとか無事ミファダルケル救出できました。これででも歴史が変わったということになりますけどね。うわーすごい、ルピーいっぱいもらった。レベルも結構上がりますね。トゲモリブリンバットゲットで、お、新しい真理の、これは玉って言っていいのかな、断りか。で、銀鱗の槍かな。魚入りミルクスープゲット。なんとか助けましたけど。片付いたな、ありがとな、リンク。さすがは俺の相棒。いや、毎回痛いんだよそれ。ユンボーだっけか、おめえもありがとな。俺様一人だったらやばかったかもしれねえ。けどやっぱり不思議、本当にシドなんだよね。ああ、その通りだぞ。100年後だからね。まあ未来から来たなんて言っても信じてもらえるかはわからないが。そいつも気になるが、今はもっと大事な話があんだろう。姫さん、ハイラル城で一体何があったんだ。厄災が、実は突如として神獣の中に現れた助っ人シドとユンボウの力もあり、無事にミファーとダルケルを助け出すことができた。互いの無事を喜び合う和やかな時間もつかの間、
ハイラル城が敵の手に落ちたと知ったミファーとシドは、今なお兵士たちが抵抗を続けるアッカレトリデへと救援に向かう。一方でダルケルとユンボーは、ハイラル城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、再び神獣バールーダニアに乗り込むのだった。これでも神獣使えるようになってたら、それなりにはこっちも楽になるよね。わあ、でもこんなにガーディアンいたら神獣もただでは済まんか。あ、でもやっぱ強いまあ大きさが違うわな。ぺっちゃんこだ。100年後はね、もう英雄としてね。さあ、行こうぜ。ハイラルを守るんだ。守るんだって、これそのまま？まとめてかかってこようが無駄だぜ、この防衛線は抜かせねえぞ。おお、そのまま神獣戦かい。いやー、ちょっとこれ久々だから、待ってね。これが普通の格闘だもんね。でシールドはエルがカウンターか。これカウンター意味ねえよな。ちょっと待ってね。マグマの嵐、なんか HP というかあれがやばいことになってますけど、防衛線を死守する。とりあえずガーディアン吹っ飛ばせばいいんだ。トンネルガーディアンとかさえいなければ大丈夫だよね。何かキャッチができるわけじゃねえからな。待ってね、ドーン。マグマの嵐。いや、ガードできねえんだこいつ。ちょっと待って、辛すぎる。踏み潰す。やべえな、後ろ防衛線が抜かれる。ちょっと待ってね。テイテイ。あ、これ空飛んでるガーディアンじゃない？こいつらもやっぱ出てくるんだ。いや、照準が合わねえ。よし、オッケー、撃破。で、後ろ見て、ガーディアンがさらに現れた。いやー、厄介だな。あんまり前に出すぎるとまずいのかもしれないけど。ちょっと待ってね、一回下がりつつ。うわ、めっちゃ強い。ライネルか、あれ。ガーディアン、ガーディアン、何をもってこれ終わりなんだ。ダルケル様、南の端からガーディアンがたくさん来てる頃。南の端、南左か。ちょっと待って、シールドじゃねえんだよなこれ多分。待ってね。いや、弾けねえ。あ、これやられるな。とりあえず橋を破壊する。ドシーン。防衛線が攻撃を受けてる。いやー、そう言われてもな、橋を破壊しないといけないんだよ。待って、橋を破壊、橋を破壊、橋破壊したでしょ。橋を破壊した。防衛線とか戻んないと。待ってね、どこの話してんだよ。うわ、ガーディアンいっぱいいる。新しい目的地。その前にガーディアンを、あいつらを叩く。吹っ飛べ吹っ飛べ吹っ飛べ。この辺のやったかな。よし、この辺のはやって、無敵時間いてやめろお前ら。で、踏み潰す。ドシーン。後ろちょっと抜かれてんだよな。でもこれね、
ちょっと待って、魔物がどんどん進んでくる。こいつらビーム撃つぞ。ライネル、ライネルを撃破して食らえ。ちょっとね角度が、よし、マグロクいる。わわ、あれは魔物の拠点、北の方に大きな建物が見えるごろ。いや大きな建物って言われてもね、あれを破壊すれば勝ちか、もしかして。まず行っちゃおうぜ、一目散に拠点群を破壊せよ。うわこれやっぱ、待って超やべえ。あこれ終わる、マジで。こんなの無理だよね、普通にやられたわ。うわー参ったな。このルーダニアってあのシールドがないんですよ。ちょっとリトライ。あどっから、橋を壊したとこからか。じゃあこっち行って拠点を潰すとこからか。まあ HP 全回復してるでしょこれ。あーでもね、いや残り HP やべえな。しまってね、ライネルを先に潰さねえとやべえな。あライネル落ちねえな、強い。おおおおお、いっぱい来てる。いい、これどうしろっていうの、待ってね、ドーン。いやゲージもたまんねえしなこれ。いや無理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 、これまたやられるわ。あこれいわゆる積んだっていう状態じゃないですかね。まあとりあえずトライアンドエラーでいきますか。でまた行くでしょ、これまた行くんだけど、しかしバールーダニアだけちょっと弱すぎんなこれ。あの砦をとりあえず破壊すれば終わりだとは思いたいが、ちょっと待ってね、マグロックじゃねえわ、イワロック倒して、んドッシン、ドッシンの無敵時間を使うしかないんだけど、んドッシン、いや飛距離が足りねえな、後ろのイバロック邪魔。んどしん、よし OK で方向転換して、ライネルがいるからライネルに近づいてもうどっしんしよう。あーめっちゃごっそり削られた、しかしどっしん OK 吹っ飛んだ。で一応マグマの雨を降らして、やばいよこれ、やばいよ、いけるか、格闘ドシーンで防衛線の陥落に注意、ドシーン OK クリア。いややば、ちょっと途中諦めかけたけど。なんで急にこの神獣戦入ったんだよ。なんか次回でいいじゃねえかってちょっと思うんだけど、まあルピーめっちゃもらえっからいいんだけど、これでバルッタの方もやれとかって言われたら泣くよ。まあただバルッタの方には多分乗ってないので、今ミファーがとりあえずこれで一段落だと思います。あの戦いの後いきなりこういう平穏になるとちょっと困るけどな、なんかよくわかんねえ。はい、シドです、プレイアブルで、ユンボーですと。まあ強化の方はまた動画外でちょっとやってきますんでね。ミファーとダルケルが戻ってきた。
オッケー。いや、しかしやばかったな。どこだった？待ってね、ここだよね。このミッションがだから連戦になってたんだね、一応。はい、というわけで、じゃあ今回ちょっと長くなりましたが、以上にしたいと思います。次回ね、こちらやっていきますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。